まあ、生粋のビーストまで味方に引き入れたのですね。あの目を潰すような赤い衣装、老若男女問わず切り裂く刃の鱗、何より手にした黄金の杯のなんと陰頭なこと。堕落の断りらしいですが、堕落の前には繁栄、すなわち快楽が必要なはず。それなら私だって堂々と美いえ、何でも私禁欲中ですもの。遥か未来では人間は死を克服する、当たり前の話ですね。なぜなら死を克服できなければ宇宙を舞台にする未来はないのですから。ええ、ですので肝心なのはどのように超越するかです。ただ死なないだけではどこまで行っても虫のままかと。あのマスター、アーキタイプアースさんとの仲はよろしいのでしょうか。まあ良好、それでしたらぜひ一席設けていただきたく。きっと気が合うと思うのです。だって星の頭脳体と星の星間体、似たようなものでしょう。あれが月のマスター、平行世界で神聖悪魔となった私を倒すほどの方には見えませんが、いえ、この油断が命取りだったのでしょう。どのような世界、どのような存在になろうと自分の気持ちを優先する癖は変わらないようです。はあ、深海で人魚ばかりか怪しげな貝まで食べてしまうから、ムーンキャンサーになんてなってしまうのです。我がことながら何を考えて生きているのやら。え、人魚姫に憧れていたからですか。まさかそんな、ありえません、ありえません。というより人魚姫はあんなに大きくないでしょう。ちゃんと原作を読んでくださいませ。ムーンキャンサーとは月で生まれた新人類と捉えておりましたが。なるほど、人類においてはまさにその名の通りの怪物だったのですね。地球に寄り添い、これを見つめてきた星の傘、それが何を防いできたかなど知らぬが花でございましょう。